うって言われても。どうしたの、めぐるくん。めぐるくん、それって…死神からの宣告だよ。そんなわけないでしょ。脅迫よ。脅迫？そう。そして同時に犯人を絞り込む決め手でもあるわ。というと？いい？私たちを脅すってことは私たちが犯人に迫ってきたって証拠なのよ。今までの捜査を思い出してみて。水泳部の部室を訪ねて、その後藤崎双葉ちゃんから話を聞いた。そう、つまり犯人は。犯人は水泳部の中にいる。そう、きっとあの5人の中に死神がいるのよ。ちょっと素直すぎるけど、双葉ちゃんが言ってたある事件っていうのが鍵になってる気がするの。でも橘さん、犯人は一人殺してる。単なる脅しじゃ済まないかもしれない。だからこの先は警察に任せた方が。何言ってんの。引き下がれるわけないでしょ。断固続行よ。でもやるったらやるの。上等じゃない。めぐるくん。わかったよ。それじゃあ明日は水泳部のことを徹底的に調べるんだね。そういうこと。明日も気合い入れていくわよ。
それじゃあ今回はバラバラに操作しましょう。え？つまり一人でってこと？そう、その方が情報がたくさん得られるでしょ。それはそうだけど。ごめん、大丈夫？はい。まさか出てくるとは思わなかったから。あれ？このノート、借りてるんです。あの、もしかして君、あ、いや、あなたは石井さんの友達なんですか？え、あ、はい、そうですけど。あの、ちょっと水泳部のことについて聞いてるんですけど、石井さん、最近変わったところとかありませんでしたか？
ですね。冬休みが明けてからかしら。急に部活に行かなくなってしまったみたいで。部活に行かなくなった？はい、本当に突然だったんです。あんなに一生懸命やっていたのにどうしたんだろうと思って。理由は聞いたんですか？ええ、だけど教えてもらえなくって。美穂さんにも聞いたんですが、彼女も首を振るばかりで。美穂さんっていうのは岸本さんのこと？あ、はい。いつこさんと美穂さんは幼馴染なんですよ。すいません、これ返さないといけないので行っていいですか？ああ、はい。さっきは本当にすみませんでした。ぶつかっちゃって。いえ、では。とりあえず、一番近い子に聞いてみるか。え、私？うん。調べ物をしてたみたいだったから声はかけなかったけど。私、みやこの友達で大見優子っていうの。よろしくね。あ、こっちこそよろしく。僕は桃井めぐる。この前転校してきたばかりで寮で生活してるんだ。ああ、だからみやこと一緒にいたのね。あの子も寮生だから。みやこ面倒見いいでしょ？面倒見がいいっていうか、人遣いが荒いっていうか。まあ、いろいろと世話にはなってるかもしれないけど。それで、なんか用事？水泳部のことについてちょっと聞きたいんだけど。水泳部か。急にそんなこと言われても。何でもいいんだ。水泳部のメンバーについてでもいいし。藤崎さんって確か水泳部だっけ？藤崎さん？ああ、藤崎双葉さんね。そう、水泳部だよ。ちょっと噂で聞いたんだけど。山内先生にセクハラを受けてたらしいの。セクハラ？しょっちゅう山内先生にいろいろと言われたり触られたりしてたみたいなのよね。そうだったのか。
くまで噂だけどね。本人がそれで悩んでるって話を他の人から聞いたことがあるだけで、でもあの先生ならやりかねないかもとは思うけど。ところで、みやこと一緒に何か調べてるの？ちょっとね。今回の事件のことで立花さんに巻き込まれて、いろいろと。とりあえず私が今思いつくのはそのくらいしかないけど。十分だよ。どうもありがとう。どういたしまして。それじゃ頑張ってね。